お湯を全車両に張っちゃうとですね、やっぱ重さの問題があって、これどうしても走らせられないんですね。温泉成分の入った泡を使って、で泡を全車両に入れると、これ重量制限クリアできるんじゃないかと。世界にないと思います、泡を張ったジェットコースター。これは世界初めてと言ってもよろしいんじゃないでしょうか。